ただきました。ありがとうございます。さあ今回で9回目を数えます米津坂冬の陣です。多くの皆さんにご来場いただきました。本当にありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。さあそして2020年今年は特別な年にもなるそうです。直江様、さよしは我々は高い年もない、そして大島仙台おもてなしの正体は年もない、お市場をおもてなしか正体、伊達さん10周年を迎える。ありがとうございました。今回は元学校皮切りに様々な形で10周年を旅とともに祝い、そしてさらに新しい1年を刻んでまいりたいと思っております。まず海部様、一言を伝えていただければ。そのマイク入ってない可能性が入った。改めまして埼玉県行田市観光 PR 隊お市場おもてなし館中隊だ。ありがとう。10周年ということでそれだけではございますが、2年ぶりにこの地に戻ってまいれたこと本当に嬉しく思う。我らちょっと久しぶりなので、実はこの地に来るのに寒さ対策をすごいしてきたんだ。もう北海道とかな、現代の引きをいろいろ使って温めてきたんだが、会場に来たら熱い熱い皆様の熱気でいらなかったな、汗だくだ。いや、この熱気を我ら行田市の方にも皆様届けていただけたら嬉しいと思う。そしてまたぜひこの地に戻ってまいりたいと思いますので、本日は誠にありがとうございました。手短にお願いいたします。茂皿とかげすだも下にレギンスを履いたらめちゃくちゃ暑かったんだし。終わり？来年、来年も10回でもみんな来てくれるかな？いいな。見事だよ。古いって言ってんだろ。いや、年々はちゃめちゃになってきてる気がする。いや、良い意味でこれからも楽しき宴を申していただければ幸いじゃ。そして次は南な我らが森の都仙台でお会いいたす。この度は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、早稲田で10周年お客さんたちのおかげで迎えることができるかなといったところで一かけでございます。まあ、いろいろとこれからね、各武将隊がそれぞれコラボしていろんな形でまた皆さんにね、この10周年を PR できる機会があるんではないかなと思います。ぜひ楽しみにお待ちください。さあ、それでは最後にですけども、各武将隊改めてご挨拶をいただいて締めにしたいと思います。ではまずは清原愚連隊より清原の清平様にお願いしましょう。こたびも米津坂冬の陣をお招きいただき誠にありがとうございました。今年は全国的に雪不足や、皆様がマスクをしてらっしゃるように流行り病が世の中を、ねえ大変だよね。でもそんな中でもね、こうして皆様と一緒に祭りを楽しむことができ大変嬉しく思います。どうもありがとうございました。雪灯籠祭りは今日まで、今日の夜まで皆様お楽しみいただいて、来週はですね、横手市で鎌倉祭りがございます。15、16、17と3日間鎌倉祭りがございますし、なんと来週の日曜日は清原愚連隊のふるさと村出陣日でございます。おー、これはもうみんなに来週会えるという確信ですな。ありがとう、みんなの顔を覚えて帰る。ふるさと村で毎月第3日曜日に定期おもてなし公演をやっておる。ぜひともみんな横手にも足を運んでいただきたいと思っておる。どうかよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ続いては順番的には、また海姫様になりますけども、はい、一言もう一度ご挨拶いただきましょうかね。お出しが中大海姫様お願いします。じゃあ次はお市場でお待ちしております。手短にありがとうございます。では続いて越後上越上杉おもてなし武将隊より上杉謙信様お願いいたします。皆様方、上杉謙信、そして、我ら越後上越上杉おもてなし武将隊、
この米沢の地は上杉第二の、ふるさと、ということでございまして、多くの方々と、共にこのようなおもてなしができたこと、とても有意義であったと思うという、そして舞台上にて、共に戦えた皆々皆さん、勝てた後ろに神様がいるからね、神様皆様方の、お力も、お借りできて、とても、良い戦、おもてなし、そしてこの、第9回米沢冬の陣が成功に終わったことを、心より、嬉しく、思っておりますので、これからも、ぜひ皆様方ともに楽しんでまいろう、そして上越の地にてまた再びお会いできることを楽しみにいたしております。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では続いて大衆戦隊を目指していただく伊達武将隊、まさまさまお願いします。おお、わしらは地域を発信する側であるが、実際に地域を動かす力を持っておるのはその方たちじゃ。ゆえに存分に観光いたせ。次は我が身のおじめに会いに来るぞ。おお、ありがとうございました。続いて名古屋おもてなし部将隊より前田元気様をお願いいたします。さあ皆の衆、この度は楽しめたであろうか。東北の地に、そして我がふるさと、第9ふるさとである米沢の地に帰ってくることができ、そして第9回というこのような素晴らしい戦場に参陣することができたこと、方々含め援軍してくれた皆々、誠にありがとうございた。この度は参議出陣でござったが、我ら名古屋表の支部招待は全部で10名じゃ。無論わしが一番かっこいいが、他の9人もどれがかっこいい。お主らぜひとも名古屋城に遊びに来てくれ。我らは武将隊を100名にするべくこの先も走り続ける。何卒よろしく頼む。この度はありがとうございました。ありがとうございました。そして山形愛の武将隊より名古屋金継様をお願いいたします。歴史とは今を生きる者すべての物語である。故に語り継ぐものなくして引き継がれる歴史はない。ならばこそいかな苦難が起こようと現代の王政に歩み行き、共に苦しみ楽しむことこそが後世の民が残したいと思う真の歴史となるのである。ことに様々な苦難の中、この米沢の地まで友や仲間たちが駆けつけてくれ、皆がそれを大いに盛り上げてくれた。誠に感謝いたす。おすらは各地の歴史を未来に引っ張るのが役目じゃ。そのためには皆の力が必要じゃ。10年、20年、いや刑事殿が申すように100年長く繋いでまいろう。誠にありがとうございました。ありがとうございました。山口さん、山口さん、山口さん、ご質問ですが、この会場でと足を踏みいただきました。大変盛り上がった、そんな冬の陣だったと思います。では最後にですね、全員で記念撮影参りたいと思いますので、それでは陣はお願いしてもよろしいですか。承知いたした。なれば最初だけはこのまま撮っていただく。以降は恒例のわっちゃわっちゃじゃ。ではこのまま、わちゃわちゃ掛け声は第9回と上杉掛川様の、あ、失礼、置いた方の上杉掛川様がおそろで冬の陣と力強く失礼いたしました。はお願いいたします。朝倉殿、お主の気持ちが最近分かってきた。応援にございます。あれば参ろう。第9回米沢冬の陣。こちらは正面飛びでございます。さあ、よろしいでしょうか。それではここよりわっちゃわっちゃの恒例撮影と参ります。どうぞ皆様、前のホームへ灰の垣根を越えて行っていただければ、何より垣根を作れ。失礼いたした。失礼。どうぞどうぞ。ではもう前の方へ、ちゃんと。いや、わしら、あー、失礼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 。お客人たちの気持ちが分からない部署隊でまた行け。後ろに下がるんじゃ絶対に映らないらしい。収まり、あ、どうちょっとサイズ感を考えていきましょうかね。いやー、こんな感じで。
正面の逆に取り終わったからの腕はまずこちらから見て左手側に構図を移した場合の米沢武勇の陣。さあ、そして大丈夫かろう。それからわしらから見て右手側に大きく構えた場合の最後者米沢武勇の陣。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。無印写真とも撮っていただきました。では再びちょっと並んでいただきまして、さあ米沢冬の陣、いよいよフィナーレでございます。それでは最後に山形愛の武将隊直江兼次様に時の声にて締めていただきます。はい、わかった。なれば少しも盛り切れ、皆様力添えをお願いいたします。なればこれより勝ち取りしまう上杉龍の勝ち時、えいえいおうおう三度勝利で締めさせていただく。おのまた立ちを召されおれ以上になるな、本性を召されおれおれおれオープニングからやりませんオープニングからさあ、では参るぞ。お客さん方、拳を召されご来場誠にありがとうございました。ありがとうございました。